メイコンはアメリカ合衆国ジョージア州の中央に位置する都市である。ジョージア州では最大の都市圏に入っており、ビッグ軍の軍庁所在地である。市域の一部がジョーンズ軍に入っている。ジョージア州のほぼ地理中心に位置し、アトランタからは南に85マイルにあるので、市の愛称はジョージア州のハートとなっている。 2010年の国勢調査で、市の人口は9万1351人となっている。2007年時点で、メーコン統計上都市県人口は23万1576人と推計されており、メーコンはアナーロビンスイコール法とバレー結合統計、上都市県では38万6534人とされている。人口に関しては、メーコン市は、 ジョージア州で7番目に大きな都市であり、統計上都市圏では5番目、結合統計上都市圏でも5番目となっている。メイワーナーロビンスイコールフォートバレー結合統計上、都市圏には13の軍が含まれている。地域でも大きな雇用種であるロビンス空軍基地は、市の南部ワーナーロビンス市にある。この地域には高等教育施設がいくつかあり、他に、 多くの博物館や観光地がある。航空交通にはミドルジョージア地域空港とハーバートスマートダウンタウン空港がある。メイコン市の現市長はロバート・ライヘルトであり、全ジョージア衆議会会員議員で民主党員である。おそらく全国的に認められた名物市長は1967年から1975年まで勤めたロニー・トンプソンであり、 これまで二人しかいない共和党の最初のものであり、次の共和党首長はジョージ・イズラエルだった。メーコンはクリーク族インディアンとその先祖がヨーロッパ人の到着の12000年前から地盤とした奥丸ギオールドフィールドの地にある。メーコン周辺の平原と林、及び現在奥丸ギ国立記念公園となっているところはクリーク族によって耕され、クリーク族は ジや今日でも残っている埋葬用のマウンドを建てた。メーコンが主として設立される前に、ベンジャミン・ホーキンス取があった。クリーク族が奥丸木側から東の土地を移譲した後、トーマス・ジェファーソン大統領は1806年に新しい開拓地を守るために奥丸木側の幕府船上に取の建設を命令し、米英戦争や1813年の クリーク戦争の時は、そこが主要な軍隊の出発点となった。その後の砦は何年間か、交易基地となっていたが、使われなくなり焼却された。しかし、現在では復元された砦がメーコン東の丘の上に立っている。この頃までに、多くの開拓者がすでに地域内に入り始めており、後に、ホーキンストリでは、ニュータウンと改名された。 1822年にビッグ軍が設立された後、1823年に、メーコン氏がその軍庁所在地として認められ、公式に、メーコンと名付けられた。この名前は、初期開拓者の多くが、ノースカロライナ州の出身だったために、ノースカロライナ州の政治家、ナサニエル・メーコンの栄誉を称えたものだった。メーコン氏の都市計画者たちは、 公園の中の都市を思い描き、広い通りと公園のある都市づくりに取り掛かった。セントラルシティ公園には250エーカーの土地が当てられ、市民は家屋前には木陰を作る樹木を植える養生例で求められた。メーコン市の場所は奥丸木川に沿っており、綿花がメコンの初期経済における主力商品になったので繁栄していった。綿花運搬船、駅場 そして後の1843年には鉄道がメイコンに経済的繁栄をもたらした。1836年、世界最古の女子大であるウェスリアン大学がメイコン市に設立された。1855年、ジョージア州の州都を決める住民投票が行われたが、メイコンは3802票を得ただけで再開となった。南北戦争の間、メイコンは 南軍の公式武器庫として機能した。メーコンにあったキャンプオグルソープは、当初捕虜にした士官と、兵卒両方の収容所として使われたが、後に士官のみの施設となり、一時期に最大1 3 0 0人を収容した。このキャンプは1864年に撤廃された。メコン市役所は1864年に一時的州議会議事堂として使われることになり、 さらに負傷者のための病院としても使われた。しかし、メーコンは、ウィリアム・シャーマン将軍による海への進軍の影響を受けなかった。近くの州都、ミレッジビルが襲われたので、メーコン市民は襲撃に備えていた。しかし、シャーマン将軍は南軍が統合した、攻撃の準備をしていることを恐れ、メーコン市を迂回した。レコンストラクションの時代から20世紀に入るまで、 メイコン市は、ジョージア州中部で繁栄する町に成長し、州全体の交通中継点としても機能し始めた。1994年、熱帯暴風雨アルベルトが24インチの雨を降らせて、フロリダ州では地滑りを起こし、ジョージア州では全体が洪水となった。メイコン市は、洪水被害が最悪の都市となった。2008年5月13日、 改良藤田スケールに東急の竜巻が襲った。ビッグ軍とその周辺の軍は、州都、連邦政府から、災害地域に指定された。メーコン市は、女性の殺人者、アンジェット・ライルズの出身地として有名であり、また斧の殺人者とされる、トマス・ウル・フォークも、ここの出身である。メーコン市は、オーガスタとコロンバスと並んで、 ジョージワ州の幕府線上にある三都市の一つである。幕府線は、ピードモント大地の丘陵性の土地が、海岸平原の平らな土地と出会うところにある。このためにメイコンの北は、うねりのある丘陵であり、南は平面という変化に富んだ景色がある。幕府線があることでこの地域の川は海面に向かって、流速を増すことになり、過去には、 繊維工場を作るための理想的な場所であった。奥丸木川は、名古屋市内を抜ける、主要河川である。名古屋市は、北緯32度50分05秒、整形83度39分06秒。 北緯32.834839度整形83.651672度、32.834839-83.651672 32. に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局による報告では、地域全面積は56.3平方マイル。このうち陸地がほとんどを占め55.5平方マイルであり、水域は0.5平方マイル。 水気率は0.82%である。メイコン市の標高は381フィートである。メイコン市は湿潤で、亜熱帯性気候に近い温度となる。夏にはしばしば下肢90度台まで上がり、冬には下肢40度台半ばまで下がる。平均年間降水量は45インチである。アメリカ南東部では、毎年降雪がある北部と、通常毎年は、 降雪がないか全く降らないという地域と分ける自然降雪線があり、メイコン市はこの線の上にあると考えられている。メイワーナーロビンスイコールフォートバレー結合統計上、都市圏メイコン統計上都市圏、ワーナーロビンス統計上都市圏、フォートバレー統計上都市圏メイコン市は、メイコンワーナーロビンスイコールフォートバレー結合統計上都市圏、 および同結合統計上都市圏で最大の都市である。結合統計上都市圏には、メーコン都市圏、ワーナーロビンス都市圏、およびフォートバレー都市圏が含まれる。結合統計上都市圏の人口は2000年国勢調査で34万6801人である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ人。 種別人口校生年齢別人口校生世帯と家族収入と家計名魂生まれのものはアメリカ合衆国の音楽に大きな影響を与えてきた。楽器数は1840年代に名魂誌で発明された。オールマンブラザーズバンド、ランディ・クロフォード、マーク・ハード、ルシル・ヘガミン、レナ・ホーン、オーティス・レッディング、リトル・リーチャード及び REM のマイク・ミルズとビルベリー。 さらに最近の名前では、バイオリン奏者のロバート・マクダフィー、ラッパーのヤング・ジージー及びカントリー・ミュージックのジェイソン・アルディーンといった音楽家たちが、メイコンで生まれたか、本拠にしている。ラッパーのジョディ・ブリーズは、メイコンの自動車ショーで見出された。メイコンのアラン・オルデンがマネジする、オールターナティブ・ロックのバンド、セプテンバー・ヘイズ・メイコンの550ブルースクラブで発見された。 メイコン生まれのフィル・ゴルデンと短期間だが、アラン・ゴルデンが運営するカプリコーンレコードは1960年代をくと1970年代にメイコン市をサザンロックミュージックの中心地とした。この音楽的伝統の結果もあって、メイコンはジョージア音楽の伝道所在地になった。州内からの音楽家たちがこの伝道で表彰されており、建物内には ジョージアの音楽史を表す展示がある。2007年、メイコン公共楽団が、メイコン市中心街にある、グランドオペラハウスで講演し、また、青年公共楽団であるチューブ、ジョージアコンサートバンドなど、地元大学と関連性のある集団も演奏を行った。オー家フェスティバル、ザ・テレグラフは、メイコンで主要な日刊誌である。チャンネル、極略号、 系列の順に並べる極略号、周波数、所在地の順に並べる FMAM、コックスキャピトル劇場名コン州立大学名コンには約3万人の大学生がおり、ジョージア州内でもアセンズとアトランタに次いで多く、大学の街と考えられている。マーサー大学、名コン州立大学、及びウェスリアン大学は最大級の伝統的学生数を誇っている。 ミドルジョージア地域空港は、メイコンへの公共航空便のように供し、貨物便も飛んできている。この空港は、中心街から9マイル南に位置する。ハーバートスマートダウンタウン空港もメイコンへの、航空便のように供している。週刊高速道路アメリカ国道その他の道路バス、メイコントランジット管理局市内バスメイコントランジット管理局は、 メイコンの公共輸送システムであり、ビッグ群内のバス便を運行している。しかし、メイコン市や周辺郊外の多くの通勤者は、主要交通手段として、自家用車を使っているために交通渋滞が激しく、待機汚染が進んでいる。メイコントランジット管理局は、路面電車型バスによる路線網も有する。これは1999年に運行が始まったもので、 ジョージア州音楽の殿堂、ヘイハウス及びタブマン博物館など、メイコン中心街の主な歴史史跡を結んでいる。三井、ミスモリー及びスイートメリッサという3両の車両があり、それぞれ最大39人まで乗せられる。グレーハウンドは、メイコンとアメリカ合衆国やカナダ中の多くの場所とを結ぶ都市間バスを運行している。グレーハウンドのバス停は、中心街東端、 スプリング通り65番にある。ありがとうございます。